突然ですが皆さんは円盤買ったことありますか？買った人はどんな時に買おうって思いますか？自分は初めて買ったのが大学生の頃で、空のメソッドの円盤を買いました。このアニメは当時から賛否ありましたが、自分には究極に刺さったので、ぜひ買いたいと思って買いました。で当時は約1000枚売れたとか言われてて、貴重な1000人のうちの一人なんだって、感動しました。ブルーレイ購入するのって正直なところ伏せの意味合いが強く、良いアニメを見せてもらった制作会社の感謝の気持ちを一番伝えられる方法なのかなと思っています。もちろん監督さんなんかにメッセージを送るのも気持ちが伝わると思いますが、向こうも人気が出て売り上げが良い方が嬉しいわけですし、その売り上げに貢献することが一つの感謝の伝え方なのかなと思います。もちろん特典目当てや何回も見たいという人が買うこともあると思います。しかし配信が常時されている中ではブルーレイの必要性はなくなってきているのが現実です。あと私はその後もいろいろブルーレイを買ったのですが、やっぱり基本はマイナー作品を自分は購入するようになっていました。マイナーの中でも自分に刺さった作品、それがブルーレイを購入する基準でした。クロムクロ、ズカ、爆音、ケモフレ、シンフォギア、いろいろ買いました。そこから過去の作品のブルーレイも買ったりしました。で最後に買ったのはストパン3期で、2020年10月からやってたアニメです。ほんと毎週何回も見ていて、ストパンシリーズが大好きだったからです。話が少しそれました。よければブルーレイを買ったことある人はどんな作品を買う傾向にあるのか、買ったことない人はどんな作品を買いたいのか、コメントください。以上、ブルーレイのお話でした。